あれどうしたの？お前こそなんでいいんだよ。学校は？何のよ？ああ、いや、これ冬休み前に借りといて、返すの忘れてたんだよ。図書室に返しといてよ。そんなの自分で返しなさいよ。それができなくなったから頼んでんだろう。なんで？いいから頼むよ。誰か死んだの？パパ。どうもご愁傷様です。なんだよ。なんでもない。それがあいつとの最後でした。そして一人だけ1週間遅れの新学期の日。あれ稲葉たちのいたずらよ。違うこいつこいつお前だよな。こいつだって知ってる。藤井君転校しちゃったんだよ。え、急だったから挨拶できなかったんだって。月